子どもたちの体にできたあざこれは札幌市中央区の北海道札幌伏見支援学校に通う生徒らの体にできたものです学校には今年5月頃から複数の保護者からスクールバス内での暴行があったのではと訴えがあり同教育委員会が調査に乗り出していました htb の取材に対しバスの元転乗員は暴行は 日常的に行われていたと証言一方、道から委託されバスを運営する会社は職員一人一人に聞き取り調査を行ったそのような事実はないとしています同教員によりますと元転乗員とバス会社及び勤務する転乗員の発言に隔たりがあり虐待の事実確認には至らなかったとし調査は終了するということです 今後の対応として、学校側は一学期一杯、5台あるバスのうち2台に教員を転乗させるとしています。バスに教員が乗らないバスもあったりとか、もう子どもに嫌な思いはもうさせれないので乗せません。保護者らは現在5台あるすべての送迎バスに教員 または介護資格を持つ職員の乗車などを求める嘆願書の提出準備を進めています。